鳥道です。今までは、今回はこちら、ニニンジャーの忍者一番糖チョコを3つ買ってきました。恐竜ジャー、特急ジャーに続き、3回目の当たりが出たら必ずもらえるシリーズ、挑戦です。今までは金色のなんとかが当たるっていうのが多かったんですけれども、今回はオリジナル食玩赤忍者手裏剣とオリジナル食玩青忍者手裏剣の2個セットが2000名様に当たるとのことです。応募締め切りは、3月15日ってことは結構初回限定みたいな感じですかね。これはどんどん開けていかないと当たるかどうかわからない上に、当日消し有効ですけれども期限が迫ってしまいますね。で、今回の中の個包装のデザインは15種類あって、赤忍者手裏剣、青忍者手裏剣、黄忍者手裏剣、白忍者手裏剣、桃忍者手裏剣、お供忍手裏剣の赤、お供忍手裏剣の青、お供忍手裏剣の黄、お供忍手裏剣の白、お供忍手裏剣の桃、そしてごとん忍手裏剣の火炎の術、ごとん忍手裏剣の水の術、ごとん忍手裏剣の木の術、ごとん忍手裏剣の金の術、ごとん忍手裏剣の土の術、全部で15種類になっています。そして当たりの場合はこのように当たりシールが商品の個包装に貼り付けられています。当たりシールをお持ちのハガキに貼ってご応募くださいとのことですが、この当たりのパッケージは特別なこのパッケージになってるんでしょうね。この中にはない絵柄になっているようです。個包装にはクイズ付き、出た忍者一番糖チョコをチェックしようとのことで、一つ一つも見ていきたいと思います。では早速記念すべき一パック目開けます。今回は当たるかな。そろそろ3回目にもなると当たってほしいですけど、1本目いきます。じゃん、これは忍者一番糖の白、そしてこれは青ですね。そしてじゃん、桃、これは忍者一番糖シリーズの3本が出てきました。そして2つ目はいきます。せーの、じゃん、これごとん忍手裏剣なのかな、の金の術、黄色のですね。そして2つ目、じゃん、これもごとん忍手裏剣。そして3つ目はじゃん、これもこれごとん忍手裏剣の火炎の術、赤のやつですよね、多分オレンジパッケージになってますけど赤のやつですね。この3つが出ました。だいたい揃ってるのかな。あ、こっちはお供忍手裏剣か。お供忍手裏剣の2つが出て、こっちがごとん忍手裏剣ですね。難しい、なかなかまだはっきり見えてないですね、自分が。では3つ目いきます。せーので、じゃん、これは同じですね、ごとん忍手裏剣の火炎の術、火って書いてますもんね。そして2本目いきます。せーの、じゃん、黄色のこれはお供忍手裏剣ですね。全く同じかも、さっきと。じゃん、白のことんお供忍手裏剣、白のお供忍手裏剣ですね。さっきと全く内容が一緒でしたね。これですね、問題までも一緒なのかですね。同じ忍者のお供忍はダンプ丸、正解はお供忍ダンプ丸、正解正解。そしてこっちは白忍者のお供忍はこれはワンマルですね、正解、お供忍ワンマル。そしてこちら、あ、長い、忍び丸を中心に5体のお供忍手裏剣が合体したロボは忍び丸を中心に、なので手裏剣人ですね、正解。
そしてこっちのクイズを見てみましょう。青忍者に変身する人の名前は、これまだわかんない。答えは加藤、クラウド、ヤクモ。これわかるようになったら結構もうすごいですね。桃忍者に変身する人の名前は、変身する人の名前シリーズですね。桃地かすみ、桃地ちゃんはここら辺はわかる人いるかもしれないですね。そしてそうなると白は、白忍者が変身に使う、お、忍手裏剣だ。忍手裏剣は、え、何、あ、それでいいのか。白忍者手裏剣、そのままでしたね。白忍者手裏剣でした。これ面白いですね。これからも毎回見ていきたいと思います。では中身を一本見てみましょう。白がいっぱいあるから白を開けようかな。開けると中はこんな感じのチョコスナックになっています。長さはそんなに長くないですね。10センチあるかないかくらいかな。食べてみると、軽いシミチョコのような感じですね。シミチョコよりもあまりチョコが染みてない。でもあのうまい棒のチョコほどチョコは絡んでない感じですね。サクサクっとして、これが3本だったら、子供だったらあっという間に食べちゃいそうです。というわけで今回は当たりどころか、赤忍者系も出てこないっていうオチだったんですけれども、これはこの赤が出たから何枚揃えて応募できるとかっていうダブルチャンス的なものは全くないので、頑張って当たりが出るまで買ってみたいと思います。以上、忍者一番遠チョコの紹介でした。チャンネル登録よろしくお願いします。